今度は締め技、ディック・スレーター締め技であります。テリーファンクの再来と言われ続けておりますこのディック・スレーター、あのテリーファンク、それからドリーファンクジュニアのザ・ファンクスの姿がこの今年の世界最強タッグ決定リーグ戦いませんね。寂しいというかやっぱり一つの時代の流れですね。はい、ちょっと試合は荒れてまいりました。天竜同盟、ニュー天竜同盟、川田から天竜へのつなぎ、あーっとディック・スレーターと天竜、あーいい試合だ、いい勝負だ、パンチが当たりました。さあコーナーに引きずり込まれた天竜であります。さあ反撃の天竜、今は打たれています、耐えています、受け身のうまい打たれ強い天竜。この辺りは一方的に打たれておりますけれども、あっという間に反撃してまいります。この辺りが天竜のまさに最高の魅力でありましょうか。クロスラインを引きましたビッグスレーター、トミーリッチ組、まあ、現在の天竜はどうでしょうか、竹内さん、ちょっとオーバーかもしれませんが、天竜同盟というカモンのこの総合をかけたシリーズと言ってもいいんじゃないですか。まさにそれが言えますね。風雲雷を轟かし、リングは乱るる朝のごとく、これが天竜であります。さあ頑張ってほしいと思います天竜。今のところ得点2点でありますが、展開次第によりましてはまだまだ優勝狙えますからね。十分に狙えますね。この大阪の中盤戦、勝ち点2点をもぎ取って4点にはしておきたい。さあ天竜、頭のいい天竜、当然この試合の流れ、得点の流れ、リーグ戦のつかみ方、こういったあたりはもう頭の中に十分に入っています。さあディック・スレーター、エルボー落としてまいりました。川田だ、川田が思い切っていける。さあスーパーヘビー級のディック・スレーターを相手にする。川田ラリアット、当たった、倒した、当たった倒した、これです、これを待っていました。次なる技は何か、次なる技はブレンバスターで相手を担ぎ上げた、力が入る川田。さあそのまま覆いかぶされました。川田ラリアットもあります、フライングニールキックもあります、ドラゴンスリーパーもある、ノーマンライトスープレックス、ドラゴンスープレックス、スームストンのパイルドライバー、技は豊富だ川田俊明。これが世界のこのスーパーヘビー級に通用するかどうかが問題であります。さあ飛び込んだ回転エビ固め、耳を叩かれました。トミーリッチ、スレーターリッチチームも今日は相手が大物チームということで、しかも固めが空いてませんので、もう懸命ですね。今日はすごいですね、いい勝負してますね。スレーターにいても死に物狂いで来てますね。本当死に物狂いですね。さあ川田に今大きな声で頑張れというふうに声をかけました。東証天竜であります。現在勝ち点2点、この大阪大会2点をもぎ取って4点にはしておきたい札幌決戦が待っています。さあディック・スレーターにタッチ、トミー・リーチからディック・スレーターバックドロップ。こういう竹内さん、高角度の体の大きい選手から大きな技を受けますとダメージが広がるんですね。4の字に入りましたね。得意の4の字固め、開幕戦の公式戦でも見せました。このディック・スレーター足4の字、いわゆるこのトミー・リッチも足4の字ができるわけで、ここで天竜を引きずり出すとダブル4の字ということになるわけですね。これでまあ天竜軍に黒星をつけるかどうか、まあ、威勢のいいチェック肌のファイトを十分に見せておりますディック・スレーター、トミー・リッチ。あ、天竜我慢できない、出てきた、天竜が出てまいりました。踏みつけ攻撃、力強くディック・スレーターの顔面を踏みつけました。その天竜であります、今ゆっくりとまた自軍のコーナーに戻りました。ちょっと足を痛められた川田、飛び道具が新庄の川田、ちょっと展開が苦しくなってきたか、ブルーのコーナーに連れて行かれました。さあトミーリッチを呼び込んできてダブルの攻撃、なんだなんだ、レッグドロップ、ギロチンだ、まさに死刑です。そのギロチンは効きました、追い打ちをかけてきますね。公式戦勝負タイム10分が経過いたしました。大阪府立体育会館、熱心な何はこのファン、この交渉棒を見つめています。声一つ出ておりません、本当にスリリングな展開ですね。バット捕まってますね、そうですね、完全に右肘にダメージを負い始めてますね。はい、ちょっと場外でまた追い打ちをかけられた、やはり川田が狙われてしまいます。これはしょうがないことであります、しょうがないことであります。その川田は今ヘビー級のレスラーに打ち負けないことを心の中に誓っています。鉄のような、今パートナーの尊敬する天竜のような強い肉体を作るべく精進に精進を重ねているこの川田俊明、183センチ105キロの体でありますが、しかし今タイトルを持っている男であります。タイトルを持っている男、このリーグ戦に参加資格は十分にあるでしょう。さあトミー・リッチの猛攻にあっている天竜、うわー切った、キックキックキック、キックの3連発。さあここで天竜が、さあ弟弟子川田ピンチを救いますか。さあおー、トミー・リッチも今夜は荒っぽい、すごい勢い、ここで喧嘩殺法を出してまいりました、喧嘩殺法を出してまいりました。トミー・リッチが追い打ちをかけた、また行った天竜に、うわーすごい勢いで叩く、うわーっと本部先に叩き落とした。トミー・リッ
ッジ喧嘩番長、アメリカの喧嘩番長、テキサス魂が乗り移ったかのような、そういう、ディック・スレーターの喧嘩プロレスであります。さあ完全に天竜選手が放送席の横でありますが大の字になりました。さあ天竜頑張れ、天竜頑張れ。さあ今額を本席の方に、こすりました。流血かもしれませんが、あ、血はないようです、血はないようです。リング上キャメルクラッチ、川田がやられている、川田がやられている。得点に劣るのは難しいか。相手は喧嘩チーム、スレーターリッチ組、今やっと天竜飛び込んでまいりました。さあ怒りの天竜、こっから行くぞ、こっから行くのが男だ天竜。今こそ天竜魂を発揮しなくてはならない。さあ市中に一括を求める天竜、どういうレスリングをこの後見せるんでしょうか。しかしスレーターリッチの呼吸がぴったりですね。今日は合ってますね、もう攻めが非常に厳しいものがありますね。本当ですね。さあ天竜追い詰められてこそ入魂のファイトでこのピンチを脱出するでしょう。それこそ天竜らしさというものです。さあ天竜が奮起してまいりました。このチョップ力道山だ、すごいチョップ天竜。さあエルボー、それからトミーリッチ、まだ0点チーム。さあ大物天竜チームから取りますと日本のファンへの印象度も変わってきますからね。十分にそれを意識しています。負けません。ディック・スレータートミーリッチチーム、さあ現在2点の天竜川田、ここは2点をもぎ取って大阪大会中盤戦を終わって4点、後半に望みを託したい天竜組。パイルドライバーか、パイルドライバーか、パイルドライバー、天竜の死体がマットに目のめり込むような激しいパイルドライバー、ディック・スレーター。先ほどあのテリー・ファンク、ドリー・ファンクジュニアのこのザ・ファンクスの話が出て、この大会に出てないのは寂しいという感じでしたけれども、この世界マット界の名物となっているこの大会への、ま、出場、レスラーも本当に名誉に思っているようですね。武井さん、そうですね、これがやっぱりその来年の自分のですね、はい、株になってくるわけですからね。そうですね、あ、天竜ラリアット、そしてアメリカのレスラーは特にこの日本の世界最強タッグに出られるということがレスラーとしてのステータスにもなっているようです ね、はい、川田ラリアット行ったぞ川田。さあまだまだこの後ダブルタッグものあります。今見事に見せましたランニングラリアット、スピンキック、スピンとそれから円錐の合体もまだまだ残している。まだまだ頑張れるぞ川田。逆スピンキン、キック、今度は足を取られた。おっとトミーリッチのしかかるか、トミーリッチそろそろ相手が体が軽いので、空中同時目落としなんか狙われると一発ですね。捕まるとまずいですね。さあ踏ん張れ川田、踏ん張れ、得意のテリーだ、テリーファンクだ。ディックスレーターの右、やっとテリーの2世と言われる片鱗を見せてきましたね。こういう荒れた試合展開になった、やっぱりスレーターは強いですね。強いですね。今のスレーターはまさにこのザ・パンチのように日本のファンを呼ばせています。さあこのリーグ戦に出て頑張ってこそ、いわゆるザ・パンクス、レスラーとしての先輩への、まあ、鼻向け礼儀ですよね。そういうことになりますね。まだ得点0点じゃしょうがないですね。さあディック・スレーター、そしてトミー・リッチ、さあ大きく両方の手を広げました。カードを狙っています。何でいくか、何でいくか、後ろに目がない川田、捕まってはダメ、ここは飛び込んで天竜につながなくてはいけない。スリーパーですね。スリーパーに取りました、スリーパーホールドに取りました。大阪決戦好勝負、天竜源一郎、川田俊明組対ディックスレーター、トミーリッチ組。川田がいるだけに、長身の体の小さい川田がいるだけに、ちょっと今までの流れではスレーターリッチのペースかと思いますが、武井さんどうですか。そうですね、やっぱりスレーターリッチに押されてますね。やや押されてますね。後半の、展開でありますが、どう予想しますか。やっぱ天竜選手がやっぱりこれから出ていかないとですね、ちょっと活路が見出しにくくなってますね。そうですね、疲労困憊の川田俊明、代わって天竜が出てまいりました。さあここはもう一人舞台でしょう。天竜のサイドのキック、さあチョップ2発3発金髪が揺れる、汗が飛ぶ、円錐、すごい天竜、片手の道を捉えて、ここでパワーボム、天下一品パワーボム、2段打ちのパワーボム、カウント3、一発で決めました、さすが天竜。本当に雷をとどろかし、リングは乱れる、朝のごとく、もうこういう表現がぴったりですね。頑張れ受験生、頑張れプロレス、さあブッチャー行進曲が鳴り響いております。大阪府立体育会館、史上最強枠コンビブッチャー真の入場です。待ち受ける
ハンセン、そしてゴディ、臨戦態勢に入っています。さあ現時点で鶴田八森と並びまして6点と首位を走っております。破竹の3連勝、アブドールザピッチャー、タイガージェットシン。さあどーっと歓声が起きました。やってまいりました、手前アブドールザピッチャー、後ろタイガージェットシン。すでに前哨戦では壮絶なバトルを展開しました両チーム。今夜は公式戦、お互い絶対に負けられません。ハンセンを指さしている、その視線の先にはハンセンがいます。ハンセンブルーロープを持ってエプロンに立った。キリーゴディモリンセン体制だ。これがアブドールザブッチャーだ。タイガージェットシンサーベルを振り回している。4射が4射、もう一度もやってやる、こういう状況に入っています。さあ身構えるキリーゴディ、いつもと違います。ブルーロープを振り回します。ハンセンリングを徘徊する、登る階段を持ったアブドールザブッチャー、放送席前、相変わらず臨戦態勢のテリーゴディ、これがブッチャーだ。そしてタイガージェットシン、出番です。タイガージェットシン返り討ちにするか、スタンハンセン、またブルロープが飛んでいく。今放送席前、前を取っているのがアブドールザブッチャー、これがハンセンゴディ、これがブッチャーだ。セレモニーは吹きました。中田龍リングアナウンサーによりまして、両チームのコール、悪すぎてすみません、タイガージェットシーン。この男、君の関係が危ない。閻魔様の前でも詫びない男、アブドールザブッチャー、蹴りの入った強さ、蹴りボディ、ハンセンよ涙で誓おう。ハンセンであります。解説は竹内浩介さんです。よろしくお願いします。よしどうぞ。竹内さん、このポイントを考えてロストポイントというのもこの大きな見方になるんじゃないですか。今年の最強タッグの場合ですね、全部勝ち進んで20点ですよね、ですからおそらくね、過去の大会を振り返ってみてもね、3点から悪くて4点がやっぱり優勝のポイントになってくると思いますね。なるほど。タイガージェットシン成功ホールでいきました。そのシンとブッチャーは、現在ロスポイントは高橋さん0点、ハンセンゴディは1点ですね。1点ですね。ですからもし今日ですね、無得点試合をやりますとね、一気にハンセンたちも3点ロスということになりますからね。これはやっぱり非常に危険な試合展開になってきますね。さあハンセンゴディ2人がかりでタイガージェットシンを攻める。さあこうやって分断をする作戦が功を奏しそうであります。さあハンセンがタイガージェットシンを追いかける。テリーゴディはリング上だ。鉄柱攻撃、タイガージェットシンは打ち出た。ハンセンタイガージェットシンを捉えた。そしてリング上、冷静な竹内さん入れましたね。レスキューマン、レスキューマン。そして、ブッチャーのレスキューになってしまいます。さあそして4の字固めか、ブッチャーが回り込んで地獄突きかわしました。来ましたね。優勝を互いに読んでますね。意識してますね。ゴディも冷静になってますよね。そして今のブッチャーのニヤッとした表情は何でしょう。不気味ですね。何を考えているんでしょうか。さあ今度はシンと、そして、ブッチャーのコーナーに引き連れてまいりました。テリーゴディが捕まっています。竹内さん、今回このゴディの活躍というのが ここまでハンセンチームを引っ張ってきた要素という声が強いですね。そうですね、ゴディがいいですね。特にですね、名古屋のですね、五輪対決が非常に良さを発揮してましたね。そうでした、そうでした。鶴田やつと引き分けに持ち込みました。ハンセンも何回も危ないという場面があったんですが、そのピンチを救ったのがこのテリーゴディでありました。しかしスタンハンセンもよく声が出ています。これがアブドールザブッチャーであります。不気味な表情だ、体が顔だ、アブドールザブッチャー。待ち受けるアブドールザブッチャーであります。ハンセンチームの方はまだタッチがありません。テリーゴディ、この今チームを引っ張っているという感じです。出ますね、出ますね。さあ因縁の対決、ハンセンブッチャー、あの日本初対決、武道館を思い出します。あの時は竹内さん、ブッチャーのペースにこのハンセンが乗せられてしまったんですよね。まんまと乗せられましたね。その後の遺恨がこの大阪でしたからね。いましたね。大流血をさせられまして、目には目をということで ブーツでこのブッチャーの額を叩き割りました。スタンハンセン、あの時はラリアットを打てませんでした。そしてまた竹内さん、ブッチャーもエルボー打てなかったんですね。打てなかったんですね。お互いにやっぱり持ち味が出なかったんですよね、はい、あの時は胆嚢炎の手術後で苦しんでおりましたアブドールザブッチャー。そういう意味では竹内さん、今2人は絶好調、今が勝負どころですね。
ブッチャー組は天竜組、ブラックウェル組、リッチ組といずれもこのアブドールザブッチャーの毒針エルボーで勝ち点を上げています。そして片谷ハンセン組は高野組、スパイ組に、B 組に勝ちまして鶴田組と引き分けましたけれども、ラリアット、パワーボム、ハンセン、ゴディンがそれぞれバランスよくピンホールを取ってまいりました。さあ力が入ります。ハンセンが飛びます。ラリアットが地獄好き言いましたね。文句なし、黒帯の空手番アブドールザブッチャー、場外にマシンが待っている。この辺の連携だ。さあテリゴディが速い動きでサポートに入る。テリゴディが入る。ここが今報道席前、マイクを取った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 。そしてそしてテリゴディに一撃、さらに放送席の椅子を持った、椅子を持った。タイガー・ジェットシンがテリゴディを追っている。リング上ではアブドールザブッチャーが高橋戦に黒攻撃。いやいやいや、そろそろ悪の連携を出してまいりますか。夜の下がりと言われています。アブドラでブッチャー、タイガー・ジェットシン、現在の悪しき仕様、悪の称号を独り占めであります。ブッチャー、ブッチャー、そしてタイガー・ジェットシン、必要な攻めだ。いつの間にかこの見られたようにこういうペースになっちゃうんですよね。竹内さん、完全にハンセンが捕まってますね。それから竹内さん、このハンセンは大阪で験が悪いんですって。これはですね、過去の最強タッグの公式戦見ますとね、やっぱり60年、62年とですね、相次いで両者リングアウトの無得点試合をやってるんですよね。そうですか。タイガー・ジェットシンのコーキックが飛んでいく。それからシン、それからブッチャー、ブッチャーは去年 TNT と参加しましたが、意外にも竹内さん、暴走のこの記録がないんですね。これはですね、ブッチャー組が反則負けが一つもなかったというのがですね、これもまた去年の一つの公式の意外なやっぱり展開でしたね。そうですね、いわゆる何でもできるファイト、それがアブドラジブッチャー、タイガー・ジェットシンであります。まあお互いにこれは2点を取るのは本当に難しいチームということが言えますね。今日の試合展開見てましてもね、やっぱりこれはお互い2点を相当意識してますね。そうですね。さあスタン・ハンセンが捕まっています。今までブロディとのコンビで2回優勝してまいりました。まあ、そういう意味では竹内さん、この優勝をブロディに捧げたい、こういうハンセンの気持ちでしょうね。それはあるでしょうね。やっぱりニューパートナーのゴディとですね、何が何でもやっぱり V を達成したいということですね。ハンセンの気迫に表れてますね。そうでしたね。因縁対決、アブドールザブッチャーの指が食い込んでいく、指が食い込んでいきます。まさにヒリーズプロフェッショナル、アブドールザブッチャー。しかしゴディも飛んでいく。ゴディのこの素晴らしいカバー、サポート、15キロを減量して動きが非常に良くなっています。膝の心配もないみたいですね。ないですね、動きがいいですね。さあそのゴディとのコンビで、ゴディとのコンビで初優勝になりますかどうか。外人チームで2年連続この最強タッグに出場しているのはこのハンセン、ゴディだけです。さあそのテリーゴディが出てまいりました。ダブルの攻撃か、ダブルタックル。重量感では竹内さん、このコンビに勝るコンビはいませんからね。いませんね、今のタックルは良かったですね。そうですね。さあ次なる連携は何でありましょうか。タイガー・ジェットシンに的を絞るのか、テリー・ゴディであります。すでにブロディに追いついたという人もいます。ハンセンみたいなラリアット、迫力だけはもうハンセンと総撃ですね。これはね、急所下腹部に入りましたね。出てしまいましたタイガー・ジェットシン。いやいやいや、ひょうひょうとしています。まさにこのまた行きました、また行きました。やっぱり真の場合ですね、正面から行ってはハンセン、ゴディのパワーにはちょっと及ばないですからね。なんかこうサイドからちょっとこうね行きたいですけれどもね。タイガー・ジェットシン、奥の手を出してまいりました。そしてクロー攻撃、このクローもあまり受けてしまいますと目に入れてますね。目ですね、目を潰しに行きましたタイガー・ジェットシン。まあ、このブッチャーシンとも優勝すれば初優勝ですからね。そういうことで、ブッチャーにとってはですね、この最強タッグ優勝も一つの大きな夢ですからね、はい。それからこの素早い動き、この動きがキビキビしているというのがこの今シリーズシンに感じるんですが、竹内さんどうご覧になりますか。ありますね、それほど暴走もなくですね、非常にやっぱり攻めが厳しいと言いますかね、そうですね、スピーディーな攻めを見せてますよね。そしてご注目いただきたいんですが、場外のカットする役、あるいはこのブッチャーのエルボーを呼び込むためにこの相手を押さえつけたり、女房役をこなしているんです。この一歩をこのブッチャーに対してシンは下がってますよね。まあ今までのシンですとね、相当やっぱり自己顕示欲の強い選手ですからね、ブッチャーと張り合う部分もあったんですけどね、今回はやっぱり非常にいいパートナーぶり発揮してますね。さあハンセンが起こった、大きな声を出してエルボーを打っていく、ブッチャーの額に打っていく。今ハンセン引き上げました。しかしひるみません、アブドールザブッチャー、大きな山動きません。そしてタイガー・ジェットシンと、まあ、ノータッチですよこれ。悪いものにはまるでテレパシーがあるようであります。さあまた黒攻撃、両選手ともこれ黒は必殺技持ってますね。
しかもですね、喉とか目とか非常にその鍛えにくい部分をこれ攻めてきますからね。そうですよね。まあ、武井さん、昨年はハンセン組がこのブッチャー TNT を破ってはいるんですが、相手がこのパートナーが真に変わっただけに、まあそう簡単にはいかないですよね。これは TNT のタッグとはおのずかで違いますからね。そうですよね。今日はやっぱり昨年のようなわけにはいかないですね。はい。さあ、テリーゴディ捕まっています。テリーゴディ捕まっています。プロ入り13年、今その素質が開花した、このようにハンセンは言っています。さあ、この最強ワッコンビに対しても、さあ持ち前の人間魚雷ファイトを展開することができるかどうか、どうしたら逃げられるんでしょうか。もう本当にしつこいこのタイガー・ジェットシン、そしてアブドール・ザ・ブッチャーの連携であります。特に竹内さん、こういう苦境に立たされた時の精神面の充実というのはハンセンはこのゴリに対して評価しているようですよ。そういうことですね。ですからここからですね、どういう形でテリーゴディがカムバックしていくかですよね。そうですね。ああ、相当苦しいですからね。逆に急所だ、プロ魂だ、目には目を、歯には歯を、竹内さんは急所を、急所に入りましたね。さあ、今度はスタンハンセンだ、ものすごい勢いに飛んできた、スライングメイヤー、足を持った、タイガーデッドシンの攻撃を殺す、足を持った、今度は急所へ、いい方向、もう許せない奴が多すぎる。さあ、完璧的だ、メニマメオ、アニワホ、アブラミ法典の教えだ、もう直球勝負なんて言ってられない、鉄柱攻撃だ。さあ、タイガーデッドシンを追い回す。しかし竹内さん、得点を入れますね、リングの中に入れますね。入れました。しかしまだハンセンが上がっていません。さあ、足を捕まえて、さあ徹底してタイガージェットシンの足攻撃です。足攻撃であります。動きを止めようというのか。さあ、場外で揉み合っているハンセンが戻らないといけない。ハンセン戻りました。そしてシンも戻りました。さあ、ハンセンは本来ならば、竹内さん、このブッチャーに因縁を、この決着をつけたいところなんですが、シンとやってますね。あえて2点取るためにはですね、やっぱりシンを狙うのが正解ですよね。はい、実に冷静であります。ハンセンゴディ、攻められながらも戦局を冷静に見ている、安定感が出てまいりました。さあ、テリーゴディにタッチだ。さあ、初優勝を目指すテリーゴディ、140キロのドロップキック。竹内さん、今まではハンセンのパートナーはブロディでした、あるいはデビアスでした。今度は俺なんだと主張するためにも、ゴディフライン、ボディアダック、倒された。ちょっと自己分析がかすった感じがいたします。この証明するためにもテリゴディ頑張りどころなんですよね。これは今年優勝することによってですね、テリゴディさらに大きくパワーアップできますからね。そうなんです。さあ、今度はそのミラクルパワーコンビ、ダブルのエルボーからラリアットか、ラリアットにズルタみたいだ、ズルタみたいだ、ジャンピングでサンハンセン、あとさ、おっと、これはオカボーショルダークローですかね。オカボーウンバウオーだ、髪を噛んでますね。ああ、噛みつきだ。さあ、スタンハンセンがラフを仕掛けてきたぞ。これも珍しいですね。そうですね。この展開驚きましたが、ハンセンの噛みつきどう見てますか。それとですね、やっぱりこのショルダークローの方が不気味ですね。ああ、と言いますと、こういうオーソドックスな技を仕掛けてくるってことですね、やっぱりハンセン勝負をやっぱり狙ってますよね。なるほど。さあ、ブッチャー、そのブッチャーのスタミナを奪おうというのか。これ長期戦になりますと、年齢的にも当然ハンセン5で有利ですからね。有利になってきますね。スタミナを奪うということは非常に有利な展開になります。さあ、ハンセンがゴディを呼び込んでまいりました。連携も出てきたぞ。本命と言われたハンセン5D、この意識過剰な部分は見当たりませんか。今のところはないですね。そうですか。非常に冷静にですね、しかもやっぱりいい連携を見せてますよね。ああ、そうですか。そのハンセン 5D であります。昨年までとは俺たちのチームは違うんだと言っていました。記者会見、開幕戦前、地獄鈴木、なんとローカイ、アブドールザブッチャーであります。さあ、タイガーデッドシンを呼び込んできた。両者リングアウトにだけはしてほしくない。さあ、得点2が欲しい両チームであります。今ブッチャーがリングの外、さあブッチャーとシンがテリーゴディをおっと、今ゴディが上がりました。ハンセンが背後に回りまして、ゴディに指示を与えていたんですね。あ、実に冷静であります。2点を計算しています。そりゃそうです。もうここで、0点ジャーをやってしまいますと、両チームとも優勝戦線から大きく後退してしまいます。さあ、テリーゴディが行きます。この1年でハンセンと2人息が合うようになってきたと話しています、テリーゴディ。さあ、今度はブッチャーだ。さあ、今度はブッチャーだ。ブッチャーが今組み合いました。しかし自然の流れの中で、このテリーゴディを赤いコーナーに呼び寄せてしまいます。狂気か。持った。狂気の常習犯、タイガージェットシンであります。
悪すぎてすみません。すごい表記団内首筋に立ててますね。立ててますね。フロー攻撃ではありません。表記を立てているようであります。これです。巧妙ですね。カメラで捉えることは見えないんですよね。我々のカメラでも捉えることができません。実に巧妙であります。さあタイガージェットシン反戦を捕まえました。テリゴディが心配そうに。さあ目標はタイガージェットシンであります。今狂気を縛ってました。しまいました。さあブッチャーも持っている。背後から背後霊のように忍び寄った。さあこれはきついぞ、これはきついぞ。サンドイッチだ。ブッチャーの狂気これです。鉄のようなもんですか。そうですね、棒状でしたね。硬いもんですね。金属ですね。完全金属製ですね、はい、これは。さあこの後試合は流血戦になっていくのか、ラフ大荒れになってしまうのか。あの武道館決戦、あるいはこの大阪でのタッグ決戦、あの凄惨な試合の再現になるのかどうか。さあしかし反戦いく。ラリアットを打ち込んでもらいたい。ブッチャー返した。狂気障害転落スタン反戦。谷さん、ラリアット打てないんですか。打てないんですね。どうも間が悪いですね、あの狂気攻撃、あるいはパンチキックによりまして、ハンセンとボディの攻撃は谷さん全部単発になっているんですよね。やっぱりリズムがですね、本当単調になってるんですよね、はい、そうですね。さあ場外乱闘、もう鉄柵も何も関係ない。ハンセンが狂気を奪うか。さあ奪い取りましたね。奪い取った、やった。流れの恨み津波を晴らす狂気攻撃スタン・ハンセン。狂気攻撃はスタン・ハンセン。さあもう気分はクーデターだ。さあ歓声が危なくなりそうだ。凄惨な場外バトルが繰り広げられそうであります。ただ2点は忘れてほしくないですね。あそうですね。ブッチャーシンはもう場外深く客席に入り込んでいます。ああここで無情のゴング。ああ無情であります。ゴングが打ち鳴らされております。アブドールナ・ブッチャー。ああ今タイガースタン・ハンセンが戻りましたけれども、すでに武井さん、このゴングは両チーム耳に届いていない。そうですね、ハンセンにとってですね、はい、大阪の3度目の陣地とまんまと当たりましたね。そうでしたね。ああいかにもやってしまった、こういうような残念そうなテキサスランドホンダあります。スタン・ハンセン、やはりこのタイガー・ジェットシン、それから、ブッチャーのペースというものに、巻き込まれてしまいました。因縁の対決、両チーム無得点であります。これによりまして現時点ではブッチャー組が6点でトップということになりました。さあそして日本組、それから花道にジャンボ鶴田、安吉明のオリンピックコンビが入場いたします。館内の拍手と声援に送られまして、今ジャンボ鶴田、そして安吉明、安が先陣を切っております。前人未到のこの世界最強タッグ決定リング戦 V2 を狙いますオリンピックコンビ、終盤戦の大阪大会まで4戦して、まだ負けはありません。ブッチャー新入と並びましてトップに立っております。今日本テレビから花束が贈呈されました。さあそして両チームの紹介であります。ラオカ250ポンド、ジョニーエース、暴走狼ハンサムジョニーエース、195センチ、110度あります。金髪のわしダニー・スパイビー、2メーター3センチ、この金髪が見事であります。そして安吉明、燃えるエースジャンボ鶴田、安鶴田組は V2 を狙っております。この世界最強タッグ決定リーグ戦であります。右側がジョニーエース、左側がダニースパイビー、ハンサムジョニーエース、そしてちょっと荒っぽい顔をしておりますのがダニースパイビー、こちらがジャンボ鶴田です。内に秘めた闘志は相当のものを持っております。今世界マット界の名物となっておりますこの大会、参加して優勝することはレスラーのステータスシンボルとも言われておりますが、現在までのところダニースパイビー、ジョニーエース組は勝ち星がありません。ジャンボ鶴田、八津義明組は4戦して2勝2引き分けで得点6を挙げております。ブッチャー新組と並びまして6点を確保しております、キープしておりますこの八津、そして鶴田組であります。さあ先陣を切りましたのはジョニーエースと八津義明です。
まあ、竹内さん、はい、このスパイビーエースは別々に来日してこの2人を組ませたら面白いのではないかというファン の, その声が実現したようなんですね。非常に珍しいケースですよね。まあ、しかしこのシリーズハンセン、ゴディ組、ババ木村組に敗れて2戦2敗というのはどうでしょうか。まあ、ちょっとですね、手痛いスタートは切ってますけどもね、はい、後半戦に頑張っていってほしいですね。そうですね。まあ、この動きが新庄でありますジョニーエース暴走狼、生きのいいファイトを見せます。今回は同じタイプのダニー・スパイビーとタッグを組んだということですよね。これはどうですか。これはやっぱりいいチームだと思いますね、はい、おそらくこれからですねアメリカでも本格的に2人は組んでいくんじゃないですかね。そうですね。まあ、あの体格とそのレスラーセンスというのは抜群だということで、次の時代のエースのまあ一つ片鱗をね見せてほしいですね。まあ、このジョニーエースにしてもですね、はい、お兄さんは例のアニマルウォリアーですからね。そうですよね。さあ、ロード・ワリオジのアニマルの兄弟の実弟であります、アニマルの実弟のジョニーエース、195センチ115キロです。さあ、ジャンボ鶴田が出ました。ジャンボ鶴田が出たところで今ダニースパイビーにタッチが行われました。2メートル3センチ。まあ、鶴田選手は試合前に今日の相手はスピードパワーテクニックどっちがとってもみんな俺たちの方が上だと。しかしあの相手チームが若いだけにね、調子に乗せたらちょっと厄介だなという見通しを立ってましたがね。いかにもジャンボらしい冷静な一つの読みですね。そうですね。まあ、2連覇を狙うにはそのくらい冷静な読み、それを持っていなければなりませんが、とにかく現在、まあ、負けはありませんけどジャンボ鶴田の方は、和島歌舞伎組、ブラックウェル、ヒッカーソン組に勝ちましたが、ハンセン・ゴディ組、ババ・キムラ組と時間切れフルタイム引き分けなんですよね。ですからロスポイントとしてはもう2点ロスしてるわけですよ ね。 そうですね。負けはないんですけどもね、この2点がやっぱり後半になってくるとあるいは響いてくるかもしれませんね。事実上2失点だということで、もう一つ落とすとちょっと怖いなと、危ないなというそういう声も聞かれますよね。まあ、これでですね、何か無得点試合をやって2点でもロスしますとね、はい、一気にその4点ロスですからね、はい、これはやっぱり優勝戦線に非常に危なくなってきますからね。現在までのところ、昨年がですね10戦して7勝2敗、1リングアウト15得点で優勝してるんですけれども、現在のところ昨年と同じ成績にするにはこの試合を含めまして、6戦をですね4勝1分けのペースにしないと15得点に到達しないわけですよね。しかしまだまだその強豪チームが揃ってますから ね、まだその、勝ち星の計算をするには早いとは思いますけれども、しかしあのジャンボ鶴田は一応この最終戦でですね武道館でブッチャー新組と対戦しますが、このあたりを勝負の山と見ているようですね。そうですね。これここでですねブッチャー新組はもうすでに優勝圏内にいなくてですね、はい、無得点試合を狙ってこられるとまずいわけですよね。はあ、はあ、そうなりますと、まあ、ジャンボとしてはそのフルタイム引き分けも痛いし負けももちろん痛いということで、ともかくやっぱり2点取って確実に2点ずつ取っていかなきゃならないわけですよね。この試合を含めて残り6戦あります。史上初の V2 のピンチと達成することができるか。さあ、ジャンボ取った体当たりしたスパイビー、体を浴びせかけました。金髪の和紙、初参加のフレッシュコンビであります。そしてジョニーエースにタッチが行われました。このジョニーエースはジェリーオースとタッグを組んで、今回が2度目の来日でありますが、リング戦に初出場です。さあ、カバーに入りましたジョニーエース。どうですか、今までのところどちらがペースを掴んでいるようですか。今のところは五分五分ですね。しかしこの最強タッグもですね、今年の日本の12年回目になるわけですけどね、かつて一度もやっぱりその連続 V2 を足したチームがいないってことは、やっぱりいかにこのリーグ戦で優勝するのが難しいかということですね、はい。まあ、しかしジャンボ鶴田はこの最強タッグ決定リーグ戦、過去の記録を見ますと馬場、天竜、八つとのコンビで5回優勝経験を持ってるんですよね。まあ、それだけに今年はですね、八つと組んでなんとか連続 V2 をやっぱり達成してほしいところですね。そうですよね。まあ、ジャンボと組むと、まあ、一つは優勝できるという、そういう、まあ、ジンクスめいたものも生まれてまいりました。世界最強タッグ決定リーグ戦、とにかく今までは世界ナンバーワンの座にありますジャンボ鶴田、八津義明に昨年のチャンピオンでありますディフェンディングチャンピオン、さあ八津がジョニーエースを捉えました。スリーパーで攻める八津、
このシリーズ見ておりましてね、まだ公式戦では八つがあまり監獄固め見せないんですよね。そうですね、名古屋でもですね、はい、ハンセンに入ったんですけども、フェリーゴディのですね、さばじいキックで外されてますからね。さあ今度はエースを飛ばしまして、また今度はジャンボが攻めます。スリーパー攻撃、スリーパーホールドでまたも攻めます。ジョニーエース苦しい表情。まあ名古屋大会ではハンセンゴディにフルタイム引き分け、鶴田の4の字ラリアット、八つの監獄と出ましたけれども、どうも決め手をかきましたね。そうですね、最後の背後のポイントでですね、はい、ピシッと決めることができなかったんですよね。さあ今度は鶴田が大技に行くぞ。さあ飛ばしてカバーに入ります。さあ今度はこちら側の八つに持っていく。この辺の連携は確かだ。さあそしてファイルドライバーに行きます。ノーテン食い打ち、ダブルの攻撃です。そして足を取って、ここでダニースパイビーがフォローに入ります。2メーター3センチは本当に大きい。さあそしてこちらに捉えているのはジョニーエース。やつが飛ばします。そしてもう1回、完全にこれどうですか、ターゲットはジョニーエースに絞っているようですね。やっぱり五輪コンビが狙うんならこれですね、やっぱりややその細身のやっぱりジョニーエースということになってくるでしょうね、はい。まあ、195センチ115キロですから、それほど鶴田と遜色はありませんが、鶴田は196センチ127キロあります。八つが186センチ120キロ。まあ特にダニースパイビーが大きいので、このジョニーエースがちょっとね、細身に見えますけれども、この4人の中ではやっぱりちょっと細く見えますよ ね。 そうですね。さあそしてスパイビーにタッチが行われました。もう全身汗みどろ、スパイビーとエース。さあダブルのドロー、いい当たりですね。ドラッピックが行きました。そして足を捉えたぞ。この当たり清見る瓶、ダニースパイビー必殺のスパイビースパイクなどもあります。さあ真後ろカバーに入ります。サイドスープレックス、体格とそのレスラーセンスはホストブロディの声も出ております。ダニースパイビー、おっとこれは空振りだ。これは何を狙って、ラリアットを狙ったのか、ね、ラリアットを狙ったんですね。しかし体型が崩れました、姿勢が崩れました。今のがもし決まってたらやっぱり怖いですよね。ですからこのチームにはああいうですね、破天荒な怖さがありますよね。そうですね、何をやり出すかわからない、そういった怖さがあります。スパイビーとエースビー、さあ今度はゆっくりと自分のコーナーに持っていった。フードマットの上に持っていきまして、スパイビーとタッチを行いました。このシリーズハンセン、ゴディ、ババ、木村組に敗れて、今のところ実力はある初参加のフレッシュコンビ、まだ2戦して2敗、無得点であります。さあ今度は足を落とします。ヨチンドラップ、カウント2、おっと危ない。やつもこのシリーズは体調十分。E2 の鍵というのは優勝経験の多いその鶴田のリードによって八つがどう動くかにかかっていると言われておりますけれども、この点どうでしょうか。まあ、今のところですね、はい、やっぱりそのジャンボの指令によって八つは非常にうまい動きをしてますしね、まず今の段階の星勘定からいってもそれこそ問題はないですね。そうですか。現在まだ4戦して2勝2引き分け、得点6であります。ピッチャー新人と並びまして得点6はトップであります。そしてハンセン、ゴディ組、ババ、木村組が追っております。88年世界最強タッグ決定リーグ戦、スパイビーからエースにタッチが行われた。円髄が行きました、円髄が出ました。何が飛び出すか分かりません。この若いフレッシュコンビ、人気実力ともにアメリカでも上昇中であります。まあジャンボ鶴田八つ組はハンセン、ゴディ戦では時間切れ引き分け、試合後の鶴田やつは相手が相手だけに1点を取りに行った計算通りのコメントだったという、こういうことなんですけども、これはどうなんでしょうか。あ、もちろんその負けではなかったんですからね、はい、一応点は1点伸ばしたんですけどもね、ただ後半戦になってますとその1点がですね、大きくやっぱり優勝展開を左右してきますからね。そうなったあるいはこの1点がですね、大きな1点になる可能性もあるわけですよね。そして熊本県大会でも義兄弟コンビ馬場木村組にタイムアップ時間切れ引き分け、ジャイアント馬場にターゲットを絞って足一本に集中したんですけれども、鶴田は曰く、いやー馬場さんやはりうまいなと言ってましたね。これはですね、五輪コンビにとっては完全にロスのやっぱりミスポイントの1点ロスだったんですね。
さあ今度はヤツが捕まっています。ダニースパイビンが捉えました。こちらがロープへ飛ばした。おーっと今度はベアハッグだ。ベアハッグだ。2メーター3センチ。これは効果的な技であります。これは効果的な技。さあ今度はトップロープに鶴田が上がってパットに出ました。脳天チョップを見せました。師匠の馬場譲り脳天チョップ2メーター3センチの頭に落としました。さあまたちょっとやつが動きが止まりましたね。止められてますね。まあこの辺りダニースパイビー大型ラフファイター、まあ若くて大きくて強いというのは、レスラーの三大条件、まあ強豪レスラーの三大条件ということなんですが、これを全て満たしております。ダニースパイビー2メーター3センチ大きい、そして力も強い、そして若い、そういった3つの条件を満たしているダニースパイビー、やつを捉えています。リングの中央でメンバスター決まった。やつの動きは完全に止まった。コーナーに入った。しかし足はロープに出ています。じっくりとこのスパイビーの動きをエースが見ています。あーっと今度はラリアットだ。いい打ち方ですね。止まりましたね。あーやつがどう出るか。スーターやつ組おースパイビースパイクですね。あーこれがスパイビースパイクだ。今出ました。得意の技です。まあ、八津選手もスパイビースパイクを食ったことはないので、試合前に聞いたところどういう技だかわからないけども警戒を要するんだと、頭を顔に打ちつけないんでしょう、マットに打ちつけないんでしょうと言ってましたけど、相当苦しそうですね。苦しいですね。あれはさあ今度はバックに回りました。スパイビーを捉えました。さあ八津がどうも円錐を狙ったんですけどね、ロープに足が引っかかってしまいましたね。さあこの辺りちょっと八津の動きが鈍くなってまいりました。ドロップキックで、ドロップキックでこの辺りはもうタッチをした方がいいと思うが、やっぱり先ほどのスパイビースパイクは相当効いてますよね。ね、顔面を下から打ちました。さあ今度はキック攻撃、キック攻撃、キック攻撃を見せて、そして得意のサソリか監獄か、しかし飛ばされます。あー鶴田が一生懸命手を伸ばしていますけども、やつは効いてませんね。さあなんとかこれは完璧ですね。入りましたけどね。これはどうだ。位置はいいぞ。ポジションは十分。さあポジションは十分だ。完全に入っている。足は太いだけに効果的。おっとジョニーエースがフォローに入った。ジョニーエースがフォローに入りました。これは完全に決まったかと思われましたがね。ちょっとしかし強引の攻めでしたね。そうですね。さあ今度はジョニーエース、鶴田の対決、鶴田の対決。今度はラリアット、ジョニーエースと鶴田、ラリアットいった。うん、入っている。フィニッシュホールドはエースクラッシャーというそういう技を持っているこのジョニーエース。さあ今度は鶴田が飛んだぞ。さあ同時に落とし、空中同時に落としにいった。カウント2、カウント2ですか、3、3入りました、入りましたね。カウント3入りました。空中同時に落とし入りましたね。しかしやはり鶴田はまあこのこういったチャンスを狙ってみたんでしょうか。同年ですね。しかしその反面ですね、やつは相当苦戦を強いられましたね。そうですね。まあそれにしましても、鶴田ジョニーエースを簡単に仕留めました。空中同時目を解け、あ、まあ、あの英語で言いますとフライングボディシザースドロップですね。13分27秒でした。これで単独トップの8点ですね。そうですね。全日本プロレス88世界最強タッグ決定リーグ戦日程です。12月6日船橋、7日山形、8日青森、9日三沢、10日は札幌中島体育センターで終盤戦です。12日能代、13日新潟、14日相模原、15日野田、そして16日日本武道館でいよいよ最終戦です。次回はご覧のカードをお送りします。お楽しみに。